ライブを行います。7時半、7時半ちょっと回ってきましたんですけれども、今から、今日スリーステージ行っていきますので、皆さん、美味しいギネスと最高の音楽を楽しんでいってください。じゃあよろしくお願いします。
けど、ちょっとね、7番が大きいな、ちょっと。ベースビールのふるさとアイルランドの、における祝日でありまして、アイルランドにキリスト教を広めたというセントパトリックスの命日にちなんだ、3月17日が、イベントとなっております。でそれにちなみまして、我々アコーディオン、バイオリン、そしてギター、連奏させていただいています、夜は長いですのでね、この時間からこんなたくさん、皆さんで楽しんでいきましょう。はい、
やった曲はですね、3曲やりまして、 I can give you anything but love、 そして Fly me to the moon、 そしてただいま Swing 42という曲をお届けしました。しばらくインストルメンタルの曲をお送りしますね。今度はワルツの、フランスの音楽ですけども、三拍子の曲をお送りします、アンディファルです。こちらでライブをやっております、バイオリン、グミさん、いつもご苦労様でございます。そしてギター、そして、これも、おなじみ、レギュラーですね、ブッタ君、はい、そしてアコーディオン、私今日のマネージャーでございます、青木孝明でございます。でですね、次はですね、ブッタ君が何やら弾き語りの体制に入っているんですけど、昨日も岡崎で歌ってる、はい、歌の定評がありましてね、はい、何曲か今日も持ち歌を用意していただいておりますね。曲名をみなさんこんばんは。今日はインストがたっぷりの一日でありますが、ちょっと J-POP を聴いて泣くの時間も
必要かなと思いますので歌わせていただきたいと思います。全然わかんないよね。それでは聴いてください。オリビアを聴きながら、次の曲で、
最後となりまして、あと、9時前と10時前からね、セカンドサードが始まりますので、このステージは一旦次の曲で、お別れということにしますが、今日もう一人歌い手さんがいらしてまして、まあ、バイオリンのグミさんも今日は歌うぞという姿勢を見せてるんですが、もう一方、紹介しましょう。ボーカル藤内美由紀。ではですね、夏川あゆみさんと長瀬さんを、歌える人で歌っていただくということです。マイクThank you.
セカンドステージも楽しみにしていてください。できるかな。